どうも、ネアです。どうも、アンソニーです。はい、はい、今日はですね、ペンポゼシカを使おうかなと思います。ナーフされた。そうです、ちょっとね、特徴的なレシピにしました。はい、こちら洋寿司抜いちゃいました。おーおーおー、はい、まあ、ウィンドマージと見習い悪魔でぐるぐる回そうかな。で、ベビーパンサーとか入れて、シルビアも入れてるんで、でテンションをめちゃくちゃ回して、そのウィンドマージをゼロコストとかで出したりとか、まあ、あとはベロニカの持ってくるのはすごい、確かに確かに、すごく持ってこようかなっていう。普通にやっててベロニカの持ってくる枚数が5枚とかになるのかな。そうですね、 4,5 枚はまあほぼほぼ確定で持ってこれる形になってます。予備笛とかガイア弾ければ、うん、最後になんかそういう勝ち方もできそうで面白そうですね。そうそう、押し込みができるん で、はい、でまあ、ウィンドマージをやっぱ低コストで出せることによって、うん、他の特技とつながりやすくなるんですよ。なるほど。だから魔力の息吹とか、まあ、螺旋打ちとか山彦の悟り、うん、ここら辺と一緒に使うことが多くなるんですけど、まあ、結構ね、盤面もやっぱ返せますし、まあ、何がきついって処理されやすいんですよ、見習い悪魔は。確かに2だから。でもウィンドマージって4なんで、うん、4って結構処理されにくくて、結構ね、意外とね、盤面に残ることが多かったりするんで、ぜひぜひね、これを今日使っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではいきましょう。ゴー、梅谷ゲームズ。はい、チェリーですね。ですね、縦魔人だけは取らなければ。またボーはキープで、はい、はいいですね。序盤としてはかなりいい手札。まあ、なるべく早く、まあ、夜寿司の代わりになるのが、まあ、見習い悪魔とウィンドマージなんで、うん、その2体をなるべく早く持っていきたいところ。山彦の悟りはヒャドとかと一緒に使うと非常に強力ですよね。うん、あ、アグロテリー。今流行りのアグアグですね。アグアグ。ここテンションプラステンションスキル貯めます。下級を誘ってきてますね。はい、まあ、なんで次でウェビパンテンションがまた打てるんで。そうそうそう、相手は、まあ、テリーなんでね、うん、ドローがないから。そうなんですよ、早めにやっぱりそのテンションぐるぐる回すことで最後のベロニカだったり、うん、なんだっけ、なんだっけ、何を出したの忘れちゃった。ベロニカだったりベロニカだったり、いろいろとね、いろいろとね、何でしたっけ、ウィンドマージ、ウィンドマージをコスト低く出すことができるんで、ごめんなさい。よかった、奇跡的に引けて。はい、さあベビーパン来て、テンションスキルで取ってくるのかな。うん、っぽいですね。ハグメターン2-2のままにしておくと、まあ、別にハグレメタルの2点ずつぐらいやったらいいっちゃいいんだけど、まあ、やっぱりその雷鳴の剣が怖いから、うん、どうしようかな。ウィンドマージ発射します。螺旋打ちの剣もしっかりされていますね。イオ天才的引き、イオテンションで全部取れますね。あ、取れない、取れないわ、うん、ヒャドヒャドヒャド使わない。いや、使っていいんですけど、どうかな。イオテンションシャドウ、まだ待ちます、まだ受けれます。いや、怖いっすよね。起こす何が来るっけ。縦魔人テンション、奇跡の剣、5コストでアグロテリーは、僕はアグロテリーはもう分かんないですよ。アグロ分かんない、影の騎士とか、いや、入ってないでしょ。うん、いや、ここなんですけど、僕ヒャドここ打っていい気がするんですよ。うん、そろそろ決めないとね。で、テンションはベビーパン、いや、どうなのかな。ここさ、別にさ、縦魔人次来るんだったら、いや、そうっすね、縦魔人怖いっすよね。縦魔人前に置かれるんだったら、次その螺旋打ちで一緒に取れるから、うん、この2点置いといていいかなっていう。なるほど、わかんないけど、いや、でも2点なら別に受けれます、ね、でこの次のターン実はあれなんですよ、テンションプラステンションテンションって動きができるんですよ。テンション2回使えるんですよ。来ますね、来ますね、来た。テンション打って、まずで
でベビーパンサーベビーパンサーテンションでもう一回テンションいってるんで、ウィンドマージが1コスになると1コスになるんですメロニカもきついな。メロニカももう4枚溜まってる。これ雷鳴握られたら結構うざくないですか。そうですね、見習い悪魔とか引いてそろそろ終わらせにかかりたい。パペースペーペー S はペーペー S はまあ悪くないっす。お5点顔面きましたね。やりすぎじゃない？俺たちがこの間やったアグロテリーですかね。違うね、人柱テリーどうしましょう。ウィンドマージ幻術師で5コス使うのか。そうなんですよ、あと1コス足んないですよね。それならばウィンドマージ、ウィンドマージ山彦メラありっす。いや、ウィンドマージ、ウィンドマージ、ウィンドマージ幻術師山彦メラねえ、ねえ、ねえ、ね、46コスか、6コスならウィンドマージ、ウィンドマージ、山彦螺旋もありっすけど、メラ欲しくないっすか。ウィンドマージ、ウィンドマージじゃこれさ、でもこれ鳥じゃねこれ、これとここ当たってウィンドマージ、ウィンドマージ、現実シメラじゃね盤面に。いや、こいつにじゃあ、やろう。わかんない、わかんないいい、いいっすよ、いいっすよ。メヤさんのデッキなんで。何その、すべての責任はお前だよみたいな。これで。あ、でも螺旋打ちで、現実師のあれ取れたのか。何ですか、現実師を置いて螺旋打ちで一発で取れたのか。あの、こいつが一発で取れる。あ、そうっすね。やってやるぜ。そう考えると微妙やな。すいません。ベロニカかドローしたいっす。そうっすね。リソースを確保したいっすね。まあ、ここはウィンドマージが一匹。あ、でも迷うのかな。現実師迷うのかこれ。現実師迷いますよ、ね。あ、いった。現実師来た。ありがてえ。ありがてえ。ありがとう。ベロニカ。どう？真のデュエリストや。真のデュエリストやなこれな。ベロニカから行くべきか。5枚にするべきか。山彦螺旋。山螺旋で一応取れそうだよね。足りない分をベビーパンで補う。いきますか。オッケー。ベロニカは次の見習い悪魔2体に取っておきたい気もしますよね。オッケー。これあれか、もうベビーパン当たって打線打ちで取るか。そうっすね、そっちが丸いよな。次2発いく確証ないし。はい、いや、かわいい、かわいいんですけど、与えるダメージがかわいい、かわいいんですけど、でもやっぱりその1コスとかで出るっていうので他の、あの特技とつながりやすいから、螺旋打ちとかそこら辺を採用しやすい。あとベロニカから持ってきたやつをなんか吐きやすいみたいな。おっと、やめてくれ、その技は俺に効く。え、勝ちじゃんこれ。だって負けなくないですか。負けないですか。負けなさそうじゃない、ベロニカから何か持ってくれば5枚っすよ、5枚でも2コスしかないですよ、だって。いや、0コスいっぱい持ってくれんよ。メラ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 みたいな。メラ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 。行くぞ、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 欲張り。キャドいいっすよ、これめちゃくちゃいいじゃん。1,2,3,4,5,6,7,8 2点足りね。1,2,3,4,5,6,7,8 2点足りね。1
とりあえず一節くらいしか動きますか。ここの動いても結局かん、あ、そっか、そっか、そうそう、そうだよね。どこ置くべき、の前にヒャドか、の前にヒャドをここに打てばいいのか。ヒャド、ほんとや、危ねえ。とりあえずも画面殴ってくれ。毒針は氷塊、笑い袋出しましょうか、出しましょうか、出す上に毒針だった。2点足んねえんだよな、はい、どっちにしろ足んないんだよ。これでメラ来たら強いけど、ダメだこれは。でもお祈りですから相手、これ、まあ、自己スパーク持ってたら負けですけどね。うなれ地獄の雷鎚よ。おさあ相手は全部手札をオープン、フルオープンした上で、さあお祈りの時間だと。自己スパークの可能性あります。あぶね、これやめろマジで本当に。それねえだろさすがに。どっちを選ばなくてもいい。4分の1。あぶね、生きた。よっしゃ。あぶ、怖すぎるだろこんなん。終わりだテリー。いやあのロッコスなんだ。あれがね、もしかしたらね、いや死神貴族とかの可能性。危ねえ本当に怖いわ。確かにね、はい、最高の煽りする、最高の煽りする死神の貴族、死神貴族だった。危な。はい、というわけで、はい、今日はちょっとね、あのナーフされてしまった、うんうん、妖術師をちょっと使わないで、はい、テンポデシカをやってみようかなと。早読みもね。そう、早読みもね。でもね、あのウィンドマージがすごいやっぱあの1の4っていうステータスが結構僕的に強いのかなと思ってて、やっぱ処理しづらいのかなっていうふうに思うんですよ、はい。でまあ、1点ずつしか飛ばないんだけど、まあ、見習い悪魔とウィンドマージ一緒に出せれば全然その盤面のクリーンとかできると思うので、まあ、戦えるのかな。できればね4点並べたいですけど、ね、終盤にね、まあ、4点並べたら結構勝ち寄りみたいな、はい、もちろん寄り寿司入れるのはありなんですけど、あえて今回ちょっと抜いてやってみました。はい、なるほど。というわけで、はい、今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。